終始とは音楽用語で音楽の段落の終わりのことである。学説と呼ばれる、概ね4小節から8小節の長さのまとまりの終わりには、この終始が置かれる。終始とは言うものの、その終始感の大きさは様々であり、曲の終わる感じはしないが、少し区切りを感じるというものも含まれる。なお、一般に終始系の語は、日本語では別の概念である。以下、 移動度を用いて説明する V の和音、または、その派生和音から愛の和音に進行して終始するもの。V の和音、または、その派生和音から愛の和音に進行して終始し、旋律が主音で終わるもの。両方の和音はいずれも展開形でない。完全な終止感が得られ、古典的な楽曲の最後に用いられる。また、大きな段落の終わりに用いられる。不完全終止 V の和音。 または、その派生和音から愛の和音に進行して終始するが、どちらかまたは、両方の和音が展開形であるか、旋律が主音で終わらないもの。完全な終止感が得られないため、古典的な楽曲の最後には用いられない。ある程度の終止感は欲しいが、継続する漢字も必要な場合に使われる。偽終止の一例 V の和音、または、その派生和音から愛以外の和音、ビム。 シックスに進行して終始するもの、浮遊感を呼び起こすため弱い終始だとされる。聞く人に意外な印象を与えるので、偽終始の名がある。本来楽曲の終わりであるはずのところに、さらに曲を続けたいような場合に用いられることが多い。とりわけ有名な例では、ヨハンゼバスティアンバッハのパッサカリアと風画波探調のコーダにおいての仕様である。聴衆に、 愛の和音への解決を期待させながら、印象的なフェルマータで聴衆を完全に煙に巻き、DM の第一展開型へ偽終止させている。意味深長なポーズに続いて、本当のエンディングが始まるのである。アーメン終止4の和音などから愛の和音に進行して、終止するもの。サブドミナントからトニックに至るため、全終止と比べやや柔らかい印象を与える。 あまり十分な修士感を与えないが、古典的な楽曲の最後の用いられることがある。この場合、完全修士の後にさらにアーメン修士を付け足すこともよく行われる。三尾歌の最後のアーメンがこの和音で歌われることが多いことから、この名がある。変革修士、編修士、プラガル修士とも言う。これに対し、完全修士、不完全修士、偽修士を正確修士と呼ぶ。 ショパン、ドビュッシーが多用した。半周詞 V の和音で終始するもの。ある程度の区切り感はあるが、終止感は全くない。小さな段落の終わりに用いられる。稀に、家族和音である方の和音で終始することもある。これを、フォーの和音の半収支として、半収支の仲間に入れて考えることがある。女性終支弱白で終始するものを特に女性終支と呼ぶことがある。 ポロネイズなどに見られる。ありがとうございます。